4年ほど働いていたネカフェの現場は、衝撃的な出来事の宝庫。深夜に泣きながら来店し、帰るまでずっと泣いていた女性のお客様。一人でパソコン4台使いたいというお客様。しっかり、4台分の利用料金を支払いし一人で利用。モンハンのネカフェ特典が欲しいために、出社前に12時間パックで入店、途中外出、料金預かり、もしくは身分証預かりで外出か。昼食に戻ってきて、昼休みが終わるとまた途中外出、そして退勤後、パックの時間が終了するまで滞在していたお客様。上記にある特典をリアルマネートレーディングしていたバイト。なお、勤務時間内のパソコン指摘利用で、バイト代から利用料金を請求し首。小学生でホモセックルで、アスタリスク出血、救急車呼んだこと、そして、その保護者からのクレーム。わざわざ、九州から関東まで来て遠行していたサラリーマン。そして、遠行 JC の保護者からのクレーム。後日サラリーマンは、現場の写真を撮るのに、わざわざ、休日のお客さんが多い昼間に写真撮影し、周囲のお客さんにさらすド S っぷりを披露する警察。深夜に子連れで来店するも、条例で保護者同伴でも利用できないので、お断りするも納得せず。客を選別するのか、ふざけるな、警察を呼べよ、と、自ら警察を要求。そして、警察も、保護者が悪いと、諭され交番行き。うちの息子ちゃんがいるはずだ、と、勝手にブースを開け回ったもんて、エロ動画見ていたおっさんと口論となる。食べるなと、散々釘を刺したにもかかわらず、冷凍ホットケーキ5袋も食べた女バイト。ローションプレイ中のブースにコップを投げ入れられ、鼻血からの喧嘩に発展し警察沙汰。無銭飲食で逃亡した犯人の指紋を取るのに、マニュアルを広げ採取するも失敗する警察官。爽やかなイケメンと評判の、バイトに出待ちファンが出る。本部は、爽やかイケメンのシフトをずらし、他店のエグザイル系イケメンを入れることで、出待ちは、なくなったが、役職上二人のイケメンとシフトが重なるため、女性客や女性スタッフに妬まれ、エグザイル系イケメンの下ネタ話や、客が増えたことで、私の胃が大変なことになった。家出をし、1週間くらい滞在したどこぞの社長。迎えに来た部下の話だと、部下が奥さんをなだめたらしい。なお、奥さん、気の強そうなフィリピン人系も、一度迎えに来たが、帰宅拒否していた。店長候補募集するも、採用したら、ネカフェ難民とかす店長候補、3ヶ月の研修期間で、さようなら。外出したら、家の鍵を落としたおばあちゃん。時間が深夜帯だったので、終電もなく、タクシー乗るお金もなく、駅前の交番に行っても不在。親切なタクシーの運転手がネットカフェを紹介するも、お金もないから入室はできないが、外は冬の雨。さすがに出て行けとは言えず、物置と化しているブースにておばあちゃんを保護。翌朝始発に乗り、近所の方に説明して鍵屋に来てもらったらしい。後日お礼に、うまくて高いと、評判のどら焼きをいただいたこと。